はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。10月はですね、25日のフライデーでございますね。はい、ですね、4時を回りましてですね、今日はですね、ドルウォンが、ね、押されっぱなし、ですね、1390.34 と1400は見えてきましたね。2年ぶりぐらいでしょうかね、久しぶりのでございます。すごいやんという感じですね。で、ですね、ドル円は 151.92 と、まあ、こっちも97か、こっちもまあ円安ですね。まあ、でもこっちよりウォンの動きの方が注目されますけどね。結局37,913円で今日は終わってましてですね、38,000も割り込んでしまいました。さて、ですね、今 151.99 みたいになってますね。さて行きましょうか。これですね、お昼ご飯を読んだ時に見つけましたですね、小説ですね、3体の立役者規律違反で調査、地元当局が発表ということでですね、ちょっと記事短いんで読みますと、こんな感じですね。中国四川省の共産党規律検査委員会は23日、SF 雑誌加減世界を発行する出版社党海軍副編集長を重大な規律違反と違法行為の疑いで調査中だと発表した。党氏は、世界的にもファンが多い中国の SF 小説3体を世に出した編集者。発表によると、四川省露州市の当局が現在調査を進めているという。規律違反や違法行為の内容は明らかになっていない。3体は中国の作家劉慈欣でいいかな、氏の SF 小説で、加減世界に連載された。英語や日本語などに翻訳されており、日本でもファンが多い。中国メディアによると、当氏は中国の SF 小説界では名編集者として知られ、3体の連載も当氏が決断したという。という以上、これだけなんです。3体という、まあ3つ体ですね、漢数字の3に123の3に体ですね、体育の体です。これネットフリックスになっていたんで見ました。いや、面白かったですね。いや、実に面白かったんですけど、冒頭ですね、文化大革命のシーンがあってですね、主人公のお父さんがですね、紅衛兵に殴り殺されるシーンがあるんですね。まあ、あれがですね、都合が悪いのかもしれません。その後ですね、本人がですね、こう中国の政治に翻弄されながらもですね、イギリスに移り住んでですね、娘さんも物理学者になったのかな。でですね、宇宙と交信しながらですね、こうやばい連中が近づいてくるというのをですね、みんなでこう警告するみたいな、そういうストーリーなんですけどもですね、いや、実によくできていました。ただあれはネットフリックスは舞台がイギリスに移ったりしてますけどもですね、元の原作は中国だそうですね。まあ、よう私は読んでないでよう知りませんけども、それを世に送り出した編集者がですね、どうやら逮捕されたと、取り調べを受けているというのはこの記事です。多分そのネットフリックスの3体がですね、あまりにも評判読んでですね、なんじゃこれってなったんで、誰がこんなもん出したんやみたいな話になったのかもしれません。中国でネットフリックス見れませんけどね、見れませんけども誰かが見たんでしょうね。でこれはあかんと言い始めたんでしょうね。この3体の原作者自体は超有名人で、知ってですね、今はアメリカに住んでるそうでございますね。多分まあ家族も呼び寄せてるとは思うんですけどもですね、どうやら3体は中国国内では禁止になりそうな気配でございます。つまらん話ですね。しかし本当にこう自分たちに都合の悪いものはですね、片っ端からこう蓋をしていけば、それでですね、都合の悪いなものはなくなるというふうにですね、中国政府は考えているんでしょうね。でももうすでにあの3体は世界中が知ってしまいました。で、文化大革命ってどういうものかというものもですね、世界中は知ってしまいました。
あの相対性理論を教えただけでですね、この主人公のお父さんかな、おじいさんなのかな、はですね、殴り殺されたわけですね。なんともですね、こう不条理な文化大革命というものをですね、まあ世界中にこう知らせてしまうということですね。まあ、そんなもう僕ら中国というのは隣の国なんでね、で文化大革命の影響を色濃く受けたわけですね。私は小学校の時ぐらいにやって盛んにやってましたけど、アホな小学校の先行どもがですね、みんなで反省会やるとか言いですね、やってましたね。あれは一体何やってんのと思うんですよ。中学校になった途端に反省会ってなくなりましたけども、あれ文化大革命の真似事をやってたんですね、小学校の中で。アホかと思いましたけど、ほんまに。なんなんこれと思って。もうあれでこう、なんていうか、小学校の先生ってアホやなと思いましたね。まあいいんですけど。本当にですね、すぐに他人の影響を受けてですね、ああいうアホなことをやる連中が世の中に多すぎるわけですよ。まあまあ、それもいいんですけどですね、どうもこの名物編集者ですね、はですね、多分、もう帰ってこれないでしょうね。あんなが素晴らしい作品をですね、世に送り出したわけですから、勲章をもらってもいいはずだと思うんですけども、中国ではですね、当局に不都合な表現があるというだけでですね、編集者まで逮捕されてしまうと。多分本人が中国国内にいればですね、逮捕されるでしょうね。まあ、その中国という国がちっともですね、こうなんていうか、よくなっていない、むしろどんどんですね、暗黒の社会に変わっていってるということをですね、象徴するような出来事ではないんでしょうかね、この編集者の逮捕は。暗黒社会中国というですね、まさにあの3体の冒頭を描かれたですね、文化大革命のシーン、あの世界にですね、今の習近平は戻そうとしてるんですね。あの時代に習近平はですね、生きていたんですよ。少年として、で、あの田舎にやられたんですよ。あの人確か最初田舎で働いてましたね。文化大学に終わった直後は肉体労働に従事をさせられていました。もうインテリはね、共産党の敵やということなんですね。確かに。ものを考えるとですね、共産党がおかしいということを気づいてしまうわけですね、やっぱり。おかしいと気づいてしまうんでですね、ものを考えるやつをですね、都会に置いたらあかんと。全部ですね、剥ぎ取って田舎で失速させておこうというのが文化大革命で。まあ、クレイジーでしょ。そんなアホなことを国を挙げてやっていたのが中国なんですよ。全くのおバカなことですね。はい。ということで、この時事.com ですね、小説3体立役者規律違反で調査、地元当局が発表という記事のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。